ミレクトポラーネクは、チェコの政治家、同国元首相、中道右派の市民民主党に所属し、2002年11月に、後に大統領に選出されるバーツラフ・クラウスの後を受けて、同党党首となる。2009年3月24日に、会員で不信任決議の可決されたことにより、同年5月8日に首相を辞任した。 2006年12月7日、天皇誕生日宿がレセプションにて大議員議長、ミロスラフ・ブルチェク、チェッコ中殺日本国特命全権大使、熊沢秀明とトポラーネクは、オパバの軍事高等学校に通っていた。ブルノ工科大学では、機械工学の課程を修了し、エンジニアの学位を取得して卒業する。1996年、トポラーネクは、 キプロスで中小企業の経営学養成課程のスカラシップを取得し、またジェラーコビツェの経営者訓練センターで企業経営学の大学院課程へも履修した。1989年に市民フォーラムに参加することで政治の世界に足を踏み入れ、1994年からは市民民主党の党員となる。トポラーネクは1991年に 情報技術関連会社場を共同で設立し、1996年から2003年にかけて取締役を務めていた。トポラーネクは妻で政治家のパブラ・トポラーンコバとは別居している。マニ、ジナン・カズメ、また二人の孫がいる。趣味はテニス、ゴルフ、ラリードライビング。また読書家でもあり、スタインベック、ヘミングウェイ、クンデラを愛読する。 尊敬する政治家には、ウィンストン・チャーチル、マーガレット・サッチャー、ホセ・マリア・アースナールらがおり、また音楽では、チェコのフォーク歌手、ヤロミールのハビツァや、ピンク・フロイドを好む。2010年2月、トポラーネクト妻との離婚が成立。2010年6月、2007年以来交際してきた、ルチエ・タルマノバーと結婚した。タルマノバーとの間には、 2007年に生まれた息子が一人いる。2007年12月4日、天皇誕生日宿がレセプションにて、大統領夫人、リビア・クラウソバー、チェッコ中殺日本国特命全権大使、熊沢秀明とトポラーネクは1996年から2004年まで上院議員を務め、そのうち2002年から2004年まで副議長を務めた。2006年6月に、 会議員に選出される。この2006年6月の選挙では、定数200の会員で、左派系、右派系の政党が合わせて100議席ずつを獲得するというきっ抗した勢力図が描かれるような結果となった。トポラーネクは2006年8月16日、大統領バーツラフ・クラウスから首相に指名され、一旦は、市民民主党から9名。 いずれの政党にも所属していない6名からなる単独政権を形成した。ところが下院でこの政権は信任を得られず、2007年1月9日まで暫定政府として政権を運営することとなった。同日、トポラーネクは第二次政権を形成し、この政権では市民民主党、緑の党とキリスト教民主同盟、チェコ人民党による、 中道右派の連立政権を発足させた。この政権は実に選挙から230日後の2007年1月19日に、チェコ社会民主党の2人の議員が欠席したことで、会員の信任を得ることができ、選挙後からの不安定な状況を脱して、政権を運営することができるようになった。トポラーネクは、アメリカのブッシュ政権が提唱した。 ミサイル防衛システムを強く支持しているが、ロシアからは強く反発されており、また、オバマ政権は建設しないということを示唆している。2007年10月、トポラーネクは5つの首相優先事項と呼ばれる概念を発表した。これは、政権が受け入れた選挙期間中の政権構想の190のプロジェクトからなる10の計画分野について盛り込んだ。 政府生命である。市民との交流を促進させるために、トポラーネクは10の計画分野を5つの首相優先事項としてまとめたのである。その5つとは、健全な財政、現代的で効率性の高い国家、市民の安全を確保する安心できる国、障壁の除去、科学、教育の促進である。2009年3月24日。 政策の失敗が重なったことで、野党である、社会民主党とボヘミア・モラビア共産党が、大議員での主導権を握り、トポラーネク政権に対する不信任決議の可決に、成功した。決議案は、連立与党から4人、うちトポラーネクが党首を務める、市民民主党から2人の増反が出たことで、賛成101票、反対96票で成立した。採決後、 トポラーネクは次のように発言している。私は誰にも私を脅させようとしなかったし、実際にそのようなことはしなかった。とにかく、この事態は当たり前のことであり、政府は法規に従う。憲法の規定に従い、私は大統領に辞表を提出する。大統領もこの規定に従い、その後再び私に新政府の組織を命じると思う。 不信任決議の投票結果には一部で驚きを持って受け止められ、また、欧州委員会はチェコに対する信頼は変わらず、また欧州連合の議長国としての任務に影響は与えないという声明を発表した。2006年12月7日、天皇誕生日宿がレセプションにて大議員議長、ミロスラフ・ブルチェク、チェッコ中殺日本国特命全権大使。 熊沢秀明とトポラーネクは、その発言に対して批判されており、特にやり玉に挙げられるのは、第二次世界大戦やナチの残虐行為に関わるもので、ある。2003年8月、トポラーネクは対立する、社会民主党の公領を、アウシュビッツの嘘とこき下ろした。これはチェコにおいてよく使われる表現で、 ナチ時代を肯定する立場から聞かれる表現で、アウシュビッツビルケナウ強制収容所にガス室はなかったというナチズムの剣伝と考えられており、また、チェコの法令では、ホロコースト否認に対しては、刑事責任が問われる。トポラーネクの発言は、社会民主党の考慮が嘘で固められていることを示すものであった。 さらに下院選挙を1年後に控えた2005年6月には私からすれば長いナイフの夜というものはないと思う。夜はいつものようにやってくるだけだと発言している。このシーンはトポラーネクが翌月の選挙で勝利すれば政権の人事を大幅に刷新するというものであった。2007年3月にトポラーネクは記者に対して エスコムーートデアタグで始まるる sms のメッセージを送信しているこの書き出しは、チェコスロバキアのズデーデンドイツ島が使っていたもので、ズデーデン地方がドイツのものになる日がやってくるということを指すものとして用いられていた。また同じ年に首相という立場であるにもかかわらず、大議員で批判の集中砲火を受けた際に中指を立てるという振る舞いを見せた。 2008年10月、トポラーネクは、自らの生後15ヶ月の息子の写真を撮っていた、カメラマンを激しく衝突した。英国放送協会が報じたところでは、トポラーネクはそのカメラマンを壁に押し付けて、お前は何をしているんだどうして、息子の写真を撮るんだどういうつもりだと言い迫った。かつては、欧州統合の進化に強く反発しており、 チェコの新聞に対して欧州憲法条約をクソだと吐き捨てるように語っていたこともあったがリスボン条約に対しては支持する立場を取っている。ありがとうございます。